立川志の輔です。西村雅彦さんがなんと氷見市の新しいホールで朗読劇に挑戦という、ニュースが入ってきたわけでございます。驚きましたですね。と言いますのも、つい先日も私の落語の原作であります、大河への道、この映画でものすごいいい役をやってくださいました。もちろん皆さんご存知の通り、いろんな、映像の作品、もう三谷作品などにはもう欠かせないコメディ、シリアス、いろいろな役をこなす、西村さんですけれども、舞台、それも朗読劇、多分珍しいことなんじゃないでしょうか。いや、ひょっとして初めてなんでしょうか。真っ白の恋という、私が大変に感動しました映画、これのシチュエーションをアレンジして初めての朗読ということになるんでしょう。氷見市の新しい文化会館で西村雅彦さんの新しい世界朗読真っ白の恋、皆さん、ご期待ください。やりますね、西村さん。